前哨戦、さあいよいよスタート。宮原こうやって自分の、ね、はい、空気を作り上げていくわけですけど、ずっとその横にいてね、はい、その光に飲み込まれなくなった青柳優馬ですから、はい、全く動じてないですね。そうですね、はい、確かに世界タッグも取ってサイドにいましたけども、はい、あの時からちょっと変わってましたもんね。そうなりますよね。って考えたらね、最強タッグも2連覇してるんですよね、この2人。そうですよね、でも今やね、宮原と全く違う光を放つ青柳優馬になりましたからね。いや、そうですね、それぞれですよね。この青柳もそうだし、ジェイクもそうだし、はい、また宮原もそうですけど、はい、三者三様ですね。はい、だまあね、はい、その三強時代のようなことをね、宮原言ってますけども、はい、ただまあそこで忘れてはいけないのは、はい、諏訪間とかね、はい、石川修司とか芦田とかもいるわけですよ。はい、そうですね、果たしてどういう時代になっていくかまだまだわからないですよね。そうですよね。宮原とジェイクは30代なんですが、33ですね、2人、はい、青柳はまだ20代でしょ。そうです ね、はい、まあ、まだ26歳ですもんね。ですよね、はい、まあ、他のスポーツ競技を見ても若い選手の対抗ってのはありますから、はい、これ青柳が取るとまた面白くなるし、はい、そうは言いつつも宮原だって絶対に渡すもんかという思いがあるじゃないですか。ただまあ本当に思うのは年齢だけじゃなくてね、はい、その青柳っていうのはいつも人を食ったようなね、はい、ふてぶたしさとか、はい、冗談めかしてものを言いますけども、はい、感じた時では本当に、あ、こんなこと考えてるんだって、こんなに全日本の未来考えてるんだとか、はい、あとね、実は若手のコーチをやってたりとか、あ、はいはい、実はいろんな面を持ってるんですよ、この若さで。そうですね、だからもう本当にチャンピオンになる資格はありますよ。ほう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 、精神面でも、はい、ちょうど3人で友江さんやりましたでしょ、大谷で、はいはい、ジェイクと宮原と青柳やりましたよね、はいはい、でその後少し低迷ではないんですが、一歩遅れた状態でやった、そんな時期あったじゃないですか、はい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 、やっぱりじくじた思いがあったんでしょうかね、あの時は。それとも虎視眈々と狙っているっていう。いや、意外と本人別にもっと腹座って気も座ってたと思いますね。あ、そうですか、うん、そういうタイプに見えますよ。ああ、そうですか、うん、なるほどね。意外にずぶといってことなんですか。いや、僕はずぶといと思いますよ。ほう、だって彼が浮き足だっての見たことないですからね。ああ、なるほどね。それはこの弟の敦貴にも言えることですけどね。いや、敦貴がね、また立派なのが多団体に登るじゃないですか、はい、例えば0-1に上がりました、馬場選手とやって勝ちました、はい、全然多くするところがないんですよね、多団体に行っても。もうどこのに上がっても、はい、熱気は熱気なんですよ。そうですよね、新日本のですね、高橋ひろもがですね、はい、ちょっと興味津々で。そうですね、弟君とはちゃんといずれみたいな、ね、元 IWGP ジュニアの王者ですからね、はい、これは言います、ね、はい、ロスインコのポーズ2人でやってましたからね。そうですよね、兄弟で。そうそうそうで今度はね、ジャンボスーター23日、はい、5月31日ですか、はい、兄弟で組んでね、高木慎吾、はい、T ホークと、あ、やりますね、これまた面白いですよね。で、あの時高木とね、ガンガン青柳兄、はい、今やり合ってましたから、ちゃんとその点が線になってるわけですよね。そうですよね、何かお土産持ってこいよって言ってましたもんね、高木慎吾はね、十分すぎるお土産がね、で三冠取ればもっとすごいじゃないですか。そうですね、はい、いや本当にね、面白い。でもきっと青柳兄弟のなんか持ってきますお土産を。あ、なるほどね、可能性あると思います。はいはいはい。さあ、そのユーマを通って、その敦貴、まあ、敦貴がそこまでですね、こう注目されると、この早田だって黙ってない、ね、ね、いられませんからね。やっぱりだって今ね、全日本の所属でもあるわけですね。そうですよね、世界ジュニアを狙ってるわけですよね。はい、そしてマスクも実にいい。おー、飛び込んでくる。まあ、このライジンの早田も全日本に上がって大きく進化を遂げましたね、それこそ去年一昨年ですかね、はい、3ヶ月限定で留学っていう時は、ね、はい、ほとんど知られてなかったし、それこそこの敦貴なんかがすごい反発したんですよね。そうでしたよね、一番反発したのは敦貴でしたから。そうでした、そうでした。もう修行もさせないし、名前も記憶も残させないみたいな。それがね、ここまで来るわけですからね、それがいつしか認め合ってタッグも組むようになったわけですね。そうですよね。さあ、今日は敵味方に分かれて、味方はこの宮原健人。ああ、もう宮原、はい、もう行きますね。もう前哨戦、完全に前哨戦モードとなりました。場外戦、リングの中ではこの隼人と、そして敦貴でやります。
まあ、いずれね、はい、今のリング上の2人が世界ジュニアを戦い、うん、はい、まあ、リング下の2人は明日ね3冠もやるわけですけど、はい、この4人が、うん、あのジュニアヘビー両方でね、はい、トップに立つ時が来るでしょう。そうですよね、はい、ちょうど全日本プロレスの50周年一つの過渡期に差し掛かっているのかもしれません。まあ、そういった意味で長田さんがずっと全日本プロレスをご覧になりましてね、おばさんから始まって、はい、ジャンボがいて天竜がいて、はい、そういった時代から四天王があって、はい、いろんな時代があったじゃないですか、本当に時代って流れてますね。そうですね、やっぱりその時代時代でね、はい、あの景色変わりますよね。はい、まあ、元々は馬場さんとね、うん、豪華外国人が戦うアメリカンプロレスだったのが、はい、長州力が来て日本人構想になり、うん、はい、長州去った後は鶴竜対決でね、はい、まあ、いわゆるあの年代の最高のプロレスを作って、うん、はい、天竜が抜けてどうなるかと思ったらね、はい、この三沢たちが四天王プロレスを作り上げ、はい、スワマが出てき、はい、台頭してきて、はい、で武藤もいてね、武藤もいて、はい、で宮原という全くそれまでの全日本のカラーと違うチャンピオンが生まれ、はい、そこから随分変わりましたよ ね、 ね、やっぱり宮原が出てきてからね。そうですね、やっぱりスワは昔の全日本の、ね、香りを持った人でしたけど、はい、宮原は全くないですからね。そうですよね、はい、新しい全日本プロレス像を作ってくれました。そして V10 は川田と並ぶトップ、そして通算の防衛記録は新記録を樹立しました。その宮原健人、最年少の三冠の王者となりました。その記録を塗り替えようとしているのが対戦中のこの青柳優馬ということになるわけです。考えたらね、はい、あれ3年前ですかね、はい、札幌の東急百貨店で、はい、ジャイアントババ店みたいなのがありまして、はいはい、その時に、はい、宮原と和田恭平レフリーと私とでトークショーをやったんです、はい、ほうほう。でその時和田恭平レフリーが、はい、ババさんが来たらお前なんかねトップじゃねえよみたいなことを言いつつ、はい、言いつつすごい認めてたのを覚えてますね。そうですか。お、さあここはまた宮原に引っかかっていきます。おお、ちょっと激しいですね。もう完全に意識しております。おお、そしてリング上若手2人、敦貴と隼人、四の字を逆転させているわけですね。はい、まあ、それぞれの戦い模様となっています。多分ジャイアント馬場さんがね、はい、宮原を見たらねこういう時代になったんだなって多分納得すると思いますよね。あ、そうですか、時代は流れました。でね、はい、そこでジェイクが出てきて、またこのね、青柳優馬という26歳の若者も出てきてるわけですよね。そうですよね、うん、でそれをそうはさせじと諏訪間であったり石川修司がいるという、40代がいるわけですから ね、まだね、毎日が全盛期の人たちが、そうですね、20代がいて30代がいて40代もいる、はい、で大きいのもいるし、で速いのもいるし、はい、いろんなプロレスが楽しめるのが、ね、この全日本プロレスですね。さあ青柳優馬、もう躍動する、今年は俺の年にするんだとそう言っておりました、この青柳優馬。まずこれが青柳優馬でやります。ちょっとおとけて見せています。何か一つの世界を作り上げようとしてますよね。もう本当にね、はい、いい意味で若者っぽくなってて、そうですね。道場裏、いいな、そら、道場裏、こうだとねえんじゃん、こうだと動けな、お前戻れ、道場裏、独特の世界を作ろうとしている面白い男です。あ、前哨戦は火花が散っております。中に入れ込む、さあ青柳ブラザーズとして戦っています。敦貴、ここで再び優馬とスイッチをする。まあ、青柳優馬とするとやはり生え抜きだし、はい、ジェイクに対するアプローチがありましたよね、取った瞬間、はい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 、あれもやはりその生え抜き同士で何とかしようぜという思いもあるのかなと思ったんですが、どうですか。まあ、生え抜き同士っていうのがあるのかどうかは分からないけども、
やっぱり今の全日本に対する問題提起が同じなんじゃないかなと思います、ね、やっぱり選手に意識改革を求めたりとかね、ほうほうほう、うん、そっちの方が強いと思います、ね、あ、そうですか。ジェイクの場合再デビューなんで、うん、再デビューからすると青柳の方が先輩なんですよ、ね、そうですね、はい、半年先輩になるのかな、うん、ただずっとね、その頃まだ青柳は1階の若手から始めて、はい、ジェイクはそれなりの地位から始めたんでね、うんうんうん、ジェイクの方が先を走ってましたからね。そうですね。で、まあ、宮原が言ってたんだけど、確かあの2人は合宿所で一緒に生活してたはずだって言うんですよ、はい、あ、そうですか、まあ、そういう物語があの2人にはあるんですよっていうことを言ってたから、ね、なるほどね、はい、ただ これからネクストリームがどうなるか分かんないですよね。そうなんですよね。ジェイクと青柳によってね、ジェイクに対する投げかけを青柳はしたんですが、ジェイクまで答えてませんからね。そうですね、はい、さあここはどうする。さあ激を飛ばしているのは宮原だ。止め止め止めと言っておりましたが、飛んできたのは青柳までありました。やっぱりどうしてもこうなっちゃうんですね。ですね、はい、リング上はこの2人、ライバル心メラメラでやります。そして場外ではこの2人、明日いよいよ三冠戦が待っている。史上最年少王者となるのか青柳優真、それとも王者としての威厳を保つのか宮原健人。完全にもうここはね、青柳ワールドでやります。もう俺の首取ったという感じでしたもんね。さあリング上も注目したいと思います。この2人の一騎打ち、あ、中に入ってきた兄優真であります。ここで2プラトンの攻撃が見られるのか。あ、場外から激を飛ばしているのは宮原だ。宮原はかなりこの隼人に対する劇が多いんですけども、それだけ期待してるんでしょうね、はい、なんか知らないけどね、はい、結構やるんですよ、いろんなこと。そうですよね、八つ当たりみたいなこともしたり、ね、隼人もそれは分かってるんですよね、あ、そういう人ですからみたいな、あ、もう完全受け止めてるんですね、はい、隼人が大人のような感じです。さあ豪快なダイブを見せた敦貴から兄優真、皆さんにも聞こえていると思います、この宮原健人の劇、それを止めるかのようなスライディングキック。こちら三冠ヘビー級王者です。おお、さあ平手打ち一戦だ。止めるか。でもこう見るとね、はい、ユーマもねジュニアヘビーだったんですもんね。そうですよね、本当大きくなりましたよね、そうですね、あのタップはあるんですが線が細くてね、それがたくましくなってまいりました。今やヘビー級です。まだまだ体も大きくなりそうだ。さあ激を飛ばしているのが宮原健太だ。返せ返せと狙っています。さあ早田は相手陣営、さあこれをチャンピオンの宮原健太に見せびらかしているかのようであります。ミスですね、性格悪いですね。これが俺なんですと言わんばかりのファイトを展開中。さあ両足を取ってのリバースのボストンクラブに入った逆エビ型の体勢に入りました。ゆっくりとしたその動作で重い重い攻撃を展開し始めた青柳優真。その矛先にはおそらく宮原健人がいるんでしょう。さあ今度はおっと変形のキャメルクラッチとも言えるんではないでしょうか。敦貴です。ここから返すことはできるか。あ、ちょっと厳しいぞこれは。大丈夫か隼人、中には入れない。宮原健人が場外から中を伺いますが、それを止めているのは敦貴だ。敦貴に完全に止めている。ここは自分で頑張るしかない。隼人頑張れるか。あっと逆エビの体勢、リングの中央は厳しい。この表情は中も厳しい。この表情、顔がもう真っ赤になっている。頑張れ頑張れと激を飛ばしている宮原、中に入れないと敦貴、あー、どうだ、決まるか。ノート、絶対にギブアップはしないという意思表示。届いた、よく頑張りました。やはり中断なんですね。でも思うのは、はい、青柳優馬の性格からしたら、はい、ギブアップ取ろうとしてなかったと思います。
ギブアップしないギリギリまで痛めつけてるのを宮原に見せつけたいわけで、これで勝負を決めたいわけではなかったと思う。ああそうですか。まあミスターインシュちゃんですね。そうだと思いますよ。なるほどね。そうかそうか、見せつけるんですね。見せつけるためだけに隼人を苦しめたと。なるほど、うん、だからここでギブアップしたらふざけんじゃねえよって多分青柳優馬は思っちゃうんですよ。あなるほど、ギリギリのところで止めるわけですね。そうですね。あほらよく見とけよってやってますよ。あこれは決めちゃうかなって。さあここはどうか。これはブレンバスターか。さあブレンバスター空中で1回転する。おっとエンジン切り。さあこれでタッチをすることができるか。宮原健人が身を乗り出している。タッチした。さあここからです。宮原健人、これは三冠王者。見ろこの動きを。サイドから行く宮原健人。欲しがりますね、はい、この状況でも、ね、そうですね。ファンを味方につける。普通だったら、ね、ようやく盛り返したので、はい、ここから一気に行くところですが。そうですね、これはもう一つの動作になっている。宮原健人が突っ込む。さあここからノーダンライトの体勢。スープレックスアーチを描いていく。これはどうだ。カムズは2。はい、フェイ。宮原のこの青柳の成長はかなり意識していると思うんで、はい、そうですね、もう上からでは見てないですよね。ですよね。同一の目線で見てますよね。はい、まあ、それは組んでれば分かりますよやっぱり。あそうですよね。ついに来たかと、ここまで来たかと、そういう思いなのかもしれない。タッグのチャンピオンだった時も、はい、最後フィニッシュ取ってるのは青柳の方が良かったですよ。そうなんですよね、はい、さあこれをかました。どうだ青柳の勝ち。こういったシーンが明日も見られることと思います。4月24日同じこの対戦ではスタッフロールによりまして青柳がフォールを奪っている。宮原からです。さあ今度は敦貴が中に入ってくる。敦貴も大いに成長した。それをこの札幌の青柳を見せようと。さあ来いよと言わんばかりジャンプ一戦振り向いてのボディアタック。いや投げに行く。ドラッピック。いや動きで翻弄してますね。そうですね。おほら宮原のポーズ。ここもふてぶてしい。で求めてますよほら。あやりますね。さすがですね。これが青柳兄弟ですね。そうですね。面白いですね。にやりとしました。兄ユーマに勝るとも劣らないこの熱気の動き。ハヤトと呼んでますよ。ハヤト来いと。ハヤト来いと。でもハヤトは行かないんだ。ハヤトは行かないんだ。ようやくしびれを切れして、はい、いや入っていくのか。入っていかないんだな。いやハヤトもダメージありますからね。先ほどもあるの、こんな早く呼んじゃダメですよね。宮原もね、入ろうとしたんですが入りませんでしたね。改めて手は出してます。ハヤト一使い荒いですね。そうですね、はい、全く一使い荒いな、そういった思いかもしれません。スワンダイブサイドキックであります。ここからどういう攻撃に出るのか。さあ出るぞ、行くぞ。こらえています。アツキもこらえている。さあ今度はユーマが入ってきます。ユーマの視線は宮原に注がれている。さあ2人で行こうぜと兄弟が心を一つにし始めた。止めるか。背中も痛い、胸も痛い。ここはどう出る。おドロップキックダブル。またリング上はこの2人になった。皆さん2人で行きましょう。2人で行きましょう。皆さん2人で行きましょう。一人で行きましょう。宮原ちょっとダウンして、人のことは呼ぶくせに自分は行かないんですね。行かないですね。本当に人使いが荒い。しかしこれが宮原なんです。まあ、ここが人望のなさにつながってしまうかもしれないですね。確かに人望はありません。しかしチャンピオンなんです。
どうしてもカメラが気になりますね。そうですね。カメラ目さんは必ず意識しての戦い模様となっている。どうだ、さあ今度はフェンスクラッシャー、フォールの体勢に入ったのは宮原健人。ここはどうだ、カウントは2。起きろ、どうしたオラ、ベルクを破っておかなくてはならない。どうした男、立てオラ、立ってこいと。おお、強烈です。これが三冠ヘビー級王者か。それをコーナーから見つめている兄ユーマ。おお、強烈、走るがその足を引っ張った、払った。さあここでスイッチをする。さあ今度はどうするか、距離を測って青柳突っ込む。今度はどうだ、振り向いてのボディアタック。スピードは落ちていない。元ジュニア選手、今はヘビー級、重みが加わってこのボディアタック。これはどうだ、カウントはどうだ、2カウント。あったよ、エンドゲームに入っていくのか。でもここからスタッフロールがあったんですよね。そうですね、2つあるんでね、はい、エンドゲームが決まらなくてもそのまんまスタッフロールに持ち込めますね。そうですよね、もう青写真はできていることと思います。チャレンジャーの青柳優馬、いやチャレンジャーではなくて俺はチャンピオン、もう一つのチャンピオンなんだ、そういった思いで戦っているのかもしれない青柳優馬です。で青柳優馬の、ね、新しいはザ・フールにしても、はい、あれは旋回式のロックスターバスターじゃないですか。もともと持ってる技にアレンジを加えてるというところなんですよね。まるっきり新しいものではないんですよね。そうですね、アレンジなんですよね、はい、後ろからブラックアウト、強烈。やはりここでという時の集中力を持っています宮原健人であります。三冠 NBA 級の王者。さあバックを取るぞ、バックを取っている。あー、さあこれが決まれば3カウントだと思います。これは青柳優馬一番よく知っている。チャンピオンカーニバルの公式戦ではドローでした。決着はつかなかった。その瞬間にこの青柳優馬の決勝が決まり、おっと、切り返していきました、ね、さあ行きます。絞り上げる、絞り上げる。夏樹もいいタイミングで今入りましたね。そうですね、分断してますね。まずは絞り上げていきます。完全に絞り上げるネックロックの体勢。さあここからエンドゲームに入っていく。そしてまたスタッフロールもある。どういう展開が待っているのか。ここで絞り上げるって手もありますしね。そうなんですよね、いろんなパターンがありますよね、はい。まずネックロックの体勢に入る。あ、腕取れましたね、はい、あー、さあ行った、一旦離れます両者。ロープにブレイクしましたね。そうですね、宮原かそれとも青柳なのか。明日の前哨戦です、札幌 2days その初日。さあ距離ができました。この距離を生かせるのは青柳優馬なのか、それとも宮原健人なのか。青柳が突っ込む、それを待っている。さあ機は熟した、行くのか、突っ込んだ、今度は宮原、うわ強烈、膝が待っている。両者の打ち合いとなった。リングの中央、激しいエルボーの打ち合い、エルボースマッシュ。さあブレンバスターはチャンピオン、三冠ヘビー級王者です。さあ今度はコーナーの早田が手を差し伸べている。青柳天は置いている。そして弟敦樹が身構えている。共に手を出している。どちらが早くタッチをするのか。まず早田が入った、遅れて敦樹が入る。再びこの戦い模様となった。絶対に負けたくないライバルシーン、メラメラ3つ合わせて。さあロープに送るか、逆に振られた。ここはどうだ、これをおっと、今一瞬ねぶつかってるように見えたんですが、意に返せない。自分の攻撃に終始いたしました、この隼人であります。相手の間を熟知している。さあその蹴り足を取るか。おお、トラースキックの打ち合いとなった。さあどう出ますか、これをかわした。わあ、回転十字の体勢入って、これはどうだ、押さえて押さえた、おっとカウント2。よかったですね今ね、うん、ああ今のボール入りましたね。これはゴーイーグル、カウントは
うだ、ツー、よく返した、カウントはツーカウント、意識もうろうとなっている、決めるか、隼人一気に決めそうだ、お、しかしこらえる、お、どうだ、逆転するか、ロコモーションか、もう一度、まだ、はい、繰り返すこと3度、これでどうだ、カウントは、おっと、キックアウトして2、お互いリーチがある、長い試合となってまいりました。最上段に上がったムーンサルト、これは自爆腹を打った、おお、共に入ってまいりました、まだタッチしてませんよ、タッチしてないですね、はい、両者共に入ってまいりました、試合の権利があるのは早田そしてアスキなんです、しかしもう待ってられないとばかりに打ち合っている、激しい打ち合い、これが全日本プロレスだ、止まらない、止まらない、打ち合う、拍手が鳴り始めた、札幌のファンも熱くなっている、うわー、二段蹴り、しかし倒れない、行くかー、行った、ロックスターバスターですね、はい、はい、まずはロックスターバスターを打ってみせる、ダウンしました両者、連勝戦とは思えない、それ以上の熱のある戦いとなっています。さあ再び試合権利のある隼人、そしてアスキは今どうだ、外か、さあここに向かってダイブを敢行、スワン飛んでいく、リングの中に入れ込む強引、そして隼人はどうする、今隼人もダメージがあったんじゃないでしょうかね、場外に向かっていきました、結構リスキーな攻撃でしたよ ね、 ですよね、はい、ちょっとフラフラの状態、それでも最上段に上がる、すぐには攻撃に行けないか、その間に蘇生したか、敦貴です、敦貴は今度は下からの攻撃か、両足をセカンドロープに乗せる、なだれ式のブレンバスターとなるんでしょうか、さあここから大技観光か、30分の一本勝負、残り時間は3分というコールがあった、さあここから打つのか、敦貴が打つか、捉えるか、隼人、両者の攻防はこの位置で、さあ上がります、下からおっと円錐切りを見せる、ちょっとふらついた隼人、外から激を飛ばしているのは宮原、それを見つめているユーマ、どうだ、フランケンシュタイナー、おお、宮原が入ってくる、おっとユーマも入ってくる、おお、すごいぞ、4者4様と戦い模様となって、ここはどうだ、強烈な蹴り技を見せる、最後仕留めたのはアツキ、さあアツキ上がって高い高いムーンサルトブラザー、これはどうだ、ツー、あー、よく返しましたね、よく返した、残り時間がもうないぞ、アイスカルは絶対スリーカウントをボールになるまでか、おっとファイヤーバードになるかもしれないぞ、上がったぞ、上がった、アツキが見せた、ファイヤーバード、これはおっとどうだ、ここで、あー、宮原帰ってきた、ジャーマン投げっぱなし、今度はどうだ、ロックスター、おっとフールですか、これザ・フールですね、これはね、ザ・フールを見せた、しかし隼人も攻撃の手を緩めきた、島田目ドライバーですかね、はい、出します、すべて4選手それぞれの持ち味を出してまいりました、残り時間1分、おもむろに体を持ち上げたのが隼人、その向こう側には敦貴がいる、試合権利はこの2人になります、この2人ですね、はい、ユーマと宮原は場外だ、残り時間が1分を切っている、30分の1本勝負、宮原とユーマの前哨戦というよりも、ここは俺たちに任せてくれ、そういった思い、俺たちは全日本の未来なんだ、そういった思いだ、逆さ抑え込みが熱き熱き熱き2、
山川入ってくるりと回転してエビバツ、これをかわして正面からくるりと丸め込んで回して、これで抑えた。ツーもう時間がない、最後の大技、ここでまあ、いい試合でしたね。そうですね、で、まあ、最後はもう敦樹が攻めまくる展開で、はい、よくあの早くも返しましたね、ただやっぱりね、はい、攻めてる方が勝ってるように見えるわけですよ、ね、それ早く分かってるから悔しいんですよ。なるほど、はいはい、プロレスというのは地方にお客さんがいますから、はい、見せ方というのもあるんでしょ、戦い方というのも。あの世代的にはね、はい、全くジャイアント馬場の遺伝子がない敦樹ですけども、はい、馬場さんがよく言ってたのは、はい、もう時間切れ勝負がつかなくなりそうになったら最後は上に乗ってろと、最後は攻めてろと、あ、なるほど、そっちの方が強く見えるから、それがジャンボ鶴田対長州力の60分だったり、最後ジャンボが攻めて終わってるんです。なるほど、で同じ引き分けでもなんかジャンボが勝ったというイメージが未だにありますからね。馬場さんまた中央取れともよく言ってましたよね、はい、あ、それをやはり王道なんですね。レスラーは本能的にやっぱりそういうものを持っているのかもしれない。なるほどね、敦樹 やはり攻め続けていたのを早くも分かったわけですね。そうですよね、結局返すだけで自分が攻めてない、攻められないっていう、なるほど、そこは多分悔しさあったと思います。なるほどね、同じ引き分けでももしそこに判定があったら俺負けてたよって最後のイメージって結構残るじゃないですか。あ、残りますよね。ボクシング